とうございます。先ほど日本映画史上初オスカーを受賞した映画「おくりびと」主演の本木雅弘さんがロサンゼルスから帰国。本木さん、オスカー取ってどうオスカー？今まさに、これを持ってきたんですけれども、これ本当に生々しいんですよ。中もこんな風に赤くなっててですね、出された時にこの辺がちょっと破れたりなんかして、それで「And the Oscar goes to Departures Japan」っていうような、でその「っていう間の中で先ほどのこう顔見合わせですよねっていうのがあって、そんな感じです今週日本中がこの快挙に沸いた。Departures Japanそしてこの方も祝福。本木さんと渋垣隊で一緒だった薬丸裕英さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日はゆっくり寝られましたか？私はやはり気分が高揚しているので、っていうのでほとんど眠れませんでした。いや本当になんか長年の夢が叶いましたね、はい。ねえ、なんか面白いですね、人生ってね、どこにこう流れ着いていくのか予測できないですもんね。でもこの先この喜びとプレッシャーを背負ってこの先の仕事をしていかなきゃいけないので、ますます皆さんの力が必要です。ぜひ助けてください。仕事決まったの？募集広告には旅のお手伝いをするって書いてあったの、旅行代理店かなと。旅のお手伝いじゃなくて安らかな旅立ちのお手伝い。旅立ち、それは何より優しい愛情に満ちている。綺麗にして送り出した。送り人、運命だな。